そこまでの手だれなんだ。ええ、そのようですね。あ、姫様。これは姫様。今、お呼びしようとしていたところです。どうしたの？それがさ、まあ希望通りお客さんが来てくれたんだけど、それが結構厄介なやつなんだよね。厄介。ビクトル・ロゴス。かつて王国では比類なき業の者として知らぬ者はいないといった伝説の戦士です。最近病ということで伏せっていたそうですが、ここにやってきているというわけです。今遺跡周辺の結界から探知したんだよ。結界からの様子です。ご覧ください。どこだ、どこにいる強き者。戦いを求めてさまよっている。そのようですが。かなりの戦闘狂で知られている男らしいね。その狂気のあまりベッドから飛び出てここまでうろついてきた。ではまあなわけないね。魔人復活の儀式を始めるために封印の遺跡へ拠点を移したレグリナ一行の前に、伝説の戦士ビクトルが現れた。その瞳はうつろで、ただ戦いを求めてさまよい歩いているかのようだった。やがてビクトルとその手勢が遺跡への侵入を始めると、レグリナたちは迎撃の態勢をとった。そして同時に、ビクトルから聖言の発する波動を感じていた。貴様を排除する。それ、こいつを倒…
か。どりゃ落ちるな。どりゃ落ちなさい。そこよ。落ちる。
落ちなさい。いや、
ちなさい。私の剣の腕が。ということなのか。